軽やかなリズム、心弾む調べ、夢を呼ぶコーラスは軽音楽ホールの開幕を告げます。今日の軽音楽ホールは NHK505 スタジオに古澤良次郎クインテットの皆さんをお迎えして、モダンジャズの数々をお楽しみいただきましょう。皆さんご機嫌いかがでしょうか。河野治です。今日は古澤良次郎クインテットの皆さんの演奏をお聴きいただくわけなんですけれども、まあ、演奏の前にバンドリーダーの古澤良次郎さんにちょっと伺ってみましょう。古澤さんがこの番組にご出演になったのはもうだいぶ前のことだと思うんですけれども、はい、バンドリーダーでご出演になったのは今日が初めてですね。はい、そうです。前は何でご出演になったんですか。本田武宏トリオで。はあ、はあははあ。で、古澤さんがドラムを勉強されたのは、初めは高校のねプラスバンドからやったんです。ああ、そうですか。でも最初はクラシックをやりになった。ええ、そうです。音楽学校ですね。ええ、でそれからジャズに変わられたいきさつというのはどういうんでしょうか。いや、初めからジャズ好きでやりたかったんですけど、一応そういうとこ行った方がいいんじゃないかと思ったんです。なるほど。で、今日演奏していただくこのクインテットなんですけれども、はい、このメンバーの方々をちょっと古澤さんの方からご紹介いただけますか。はい。テナーサックス、ソプラノサックスが高橋智樹。はい。キーボード大徳俊幸。ベースが望月秀明。それで、すごい僕が気に入ってるギターなんですけど、ほうほう、大出元の。この5人のメンバーですね。はい。それでね、今日どんなプログラムを演奏してくださるのかちょっとお話しいただけませんか。オリジナルとあと1曲スタンダードのスローをやりたいと思ってます。ああ、そうですか。1曲目何からいきましょうか。ラッコっていう曲をやります。ラッコ、ええ、はあ、これは何でしょうか。動物の名前なんですけどね、はあはあ、カワウソっていうかね、ビーバーっていうかね、海にいるんですよ、はい、アラスカとか向こうの、はあ、昔はね、北海道にもいたらしいんですよ。でラッコっていう呼び名はね、アイヌ語らしいんです、はあ、ですごい可愛いっていうかね、もうたまんないんだよね。まあ、そういう可愛さを感じてこのイメージを曲に表したということなんでしょうか。まあ、そういう。そうですか。それじゃあ早速聴かせていただきましょう。ラッコ。Thank you.
親しみやすいカリプソのリズムでラッコでした。まあ古澤さんの場合はオリジナルが大変多いわけで、まあ普通演奏されるときは大抵ご自分の作品ということなんですけどね、どんな時にできてくるんでしょうかね。やっぱり子供連れて散歩してって言ってもいいんですよね。子供連れて散歩する、あの自転車に乗っけてね、こうぐるっと公園回ったりするんですよ。でそういう時にメロディーが頭に浮かんでくるわけですか。それを自分で歌えるようにしてから、ピアノで弾かないとね、なんかこう嘘になるみたいな感じです。なるほど、で、まあ、一応そういうオリジナルをお作りになる時のですね、心構えって言いましょうか、なんかそんなものはございますか。あの音楽がね、メカニックっつうかね、こう遊びにならないでね、気持ちが出るのがいいと思うんですよ、僕は。気持ちを表す音楽がいいということですね。だからあんまり難しい曲とかね、そういうのあんまりやっぱりできないせいもあるんですけど、やりたくもあんまりないですね。だからシンプルな感じのね、そういう土っていうかね、そういう例えばこう花がその辺に咲いててね、そこをこうみんなで歩いてるとかね、そういうのが意外といいんですよ。まあ、自然を非常に愛していらっしゃるということでしょうね。その点じゃあ作曲ができるということは幸せですね。そういう感じを曲に託して演奏できるんですからね、羨ましいです。古澤さん、普段はそのオリジナルばっかり演奏されるわけじゃなくて、スタンダードなんかもおやりになるんでしょう。あのスローとかね、結構好きなんですよ。そうですか。あのやはりライブスポットなんかで演奏されるときはそういうスタンダードのものも、まあ、お客さんの要求なんてのはあるんじゃないんですか。結構あるんですけど、あんまりやってないです。今日は古澤さん一つね、聞かせていただきたいんですけど、何かないですか。すごい大好きなね、スローで、あの「For Heaven's Sake」ってあのビリー・ホリデーなんかも歌ってるんですけどね、すごいいい曲ですから、そうですか、ではお願いいたしましょう。「For Heaven's Sake」
For Heaven's Sake でした。次の曲は何でしょうか。くむくむって全然意味はないんですけど、はい、なんとなくくむくむって感じどんな感じの曲なんですか。三拍子なんですけどね。ほうほうほう、くむくむって感じなんですよ。ああ、じゃあ早速そのくむくむっていう感じ聞いてみましょう。Thank you.
何か物悲しい感じのする三拍子、くむくむでした。古澤さん、自然を愛するということでね、はい、まあ、音楽のお仕事をこれからおやりになるとしたら、はい、どんなものがあるんですか？風景とかね、ええ、動物がこう遊んでるとこあるでしょ、自然だから、ああいうのに音つけてみたいなと思うんですよね。はあはあはあ、前なんか見たんですけどね、カナダの方からメキシコの方へこう渡り鳥があるらしいんですよ。それにグレン・キャンベルがね、音楽つけてたんですよ。はあ、車が一緒に走ってるんですよ、ええ、でこうずんずん飛び上がる時にずっとグレン・キャンベルの歌がこうあるんですよ。はあ、それもう涙出るぐらい良かったのね。あ、そうですか。一回でもいいからああいうのやってみたいですね。うん、こう演奏とは別にね、あれはいいですよ。まあ、今後やりたいことの一つということですね。そうですか、そろそろお別れの時間も迫ってまいりましたんで、もう一曲お願いしたいんですけれど、次の曲はね、今晩お暇って言うんですけどね、ほう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 、ちょうど英語講座みたいなやつで、はい、パッと見たらね、You will be free tonight ってこう、まあ、発音は良くないですけどね、あ、語呂がねすごいいいなと思ってね、 You will be free tonight ですね、それに、じゃあこういう曲作ってみようと思った、うん、今晩お暇っていうのが非常に良かったですね。聞かせていただきましょう。 You will be free tonight。